三成、お前さんの最近の働き目覚ましいの。わしゃ嬉しいわ。そろそろ大きな領地をやらんとの。どうじゃ、欲しい国はあるか。恐れながら領地はいりません。願わくは秀吉様のおそばで政務を執り行いたく、領地は前線で常に体を張っている清正や正則にお与えください。欲のないやっちゃの。私を厄介払いなさろうとしても無駄です。これからも小言はきっちり言わせてもらいます。おねね様からも頼まれております。九州で浮気をしていないか監視をしてくれと。三成、出陣じゃ。島津倒して九州統一するで。秀吉は小牧長久手の戦いで家康を撃破。だが三成の胸には家康の底知れぬ強さが鮮烈に残った。秀吉も三成と同じ考えだった。勝者にもかかわらず和睦を提案、家康を傘下に取り込む。脅威を除いた秀吉は本格的に天下統一事業を推進。四国制圧後、朝廷より豊臣姓を賜り、豊臣秀吉と名乗る。天下人秀吉は次の狙いを九州の島津家に定めた。三成もまた勇んで九州征伐に同行する。豊臣の世を作るため三成はただ前を見ていた。それが小さな亀裂を生んでいたとは知らずに。理想の将、九州征伐。俺の志、バカにはわからない。いらっしゃいませ。珍しい品を入荷していますよ。毎度ありがとうございます。
ございました。いらっしゃいませ。まずは橘山城深くまで攻め込んどる。直ちに出撃。一刻も早く橘山城を救援するんだ。城主公が次の時を何しろなら。お役人の証明の準備ができておらん。つまらぬ敵だ。もう片方陣と敵の陣が近いのを図鑑より対策をつかむわ。
秀吉、ユフ天使を前にして豪華だ。次の戦で弟の直樹は高慢存在に明星の陥落によって直樹は孤立した。島津は直樹を橘山城に届けると約束し、直樹の高校と高慢存在の会場に投入した。直樹は城兵の命を島津に反応した。ここに直樹がいない。どうやら島津にはめられたのだ。一刻も早く直樹を奪い返すぞ。将兵たち、ようやくだ。今度はこちらだ。岩屋城にこもる島津軍を一掃したら、豊臣全軍、攻勢に移れ。岩屋城の島津軍を一掃せよ。流れは豊臣に傾いたか。負け戦をひっくり返すよ。島津の目家久、年久、出るぞ。天下人を気取る猿に一泡吹かしてくれよ。開門な、島津め、総攻撃をかけてきよった。いや、本陣の守りを固めるのが先だ。
悪いよな。おじきの代わりに命令したりするしよ。今この戦に集中しろ、バカ。喧嘩するにしても後だ。そうだな。あいつの本を叩き直して。我が息子豊久よ、島津の未来を背負うのはお前だ。決して急いでないぞ。今我らの戦をその身に刻むのだ。さすがに釣りのぶせは使えない。一人ごとに大軍に飲まれよう。いや、もう釣りは成功しておる。秀吉が九州に来た時点で我らの形は九州を取り出した。狙うは始末だ。お任せだよ。運動はない。兄者は加わる。その首もらいます。チェストを欲しいのだよ。つまらぬ敵だ。もう動いた。すれば俺が取り上げる。虎の意欲は何だろうか。丁重にお断り。お仕置きだよ。ならば滅びた。この程度の戦果誇れる気がせんな。
困難に恥じぬ活躍、本願です。清正は九州に、政成は四国に行け。秀吉様にそう仰しておいた。そのうち沙汰が出るだろう。これで家康に対抗できる力を持てるはず。頭で勝て！てめえはいつもそうだ！なんで勝手に決めやがる！なんでいつも一人や！三成。なぜ俺たちを秀吉様から引き剥がし、地方に追いやった？俺たちのことがそんなに信じられねえのか！俺たちになんで一言言わねえんだ！なんで！三成、俺たちは結束しなければならん。皆で歩調を合わせねば、豊臣の家は支えられん。もちろん、家康殿とも。俺は家康とは組まぬ。家康と組むぐらいなら、一人で秀吉様を支えてみせる。分かった。三成、俺たちは俺たちが思うやり方で豊臣の家を守る。お前がもしその邪魔をするのであれば、俺たちにも考えがある。